あはい、どうも、ベニーロです。本日はこちら、ゾイドファイト第2弾でございます。イエーイというわけで、今回はね、前回はもう本当にね、思いつきでやってたんで、もう仮設スタジアムでしたが、今回からはちゃんとね、まあ、舞台を用意して、まあ、仮設ではあるんですけどまあ今回からまあこういう感じでちょっとやってみようかなというふうに思います。今回はね、もうアニメずいぶん終わっちゃったんでね、すごい寂しいんですけど、まあ、ベーコンのね、使っていたバングタイガーと、ギャラガーが使っていたビルラプターの指揮官機ですね。というわけで、ベーコンとギャラガーの因縁の対決をね、このゾイドファイトで、うまくね、再現できればなというふうに思って、このキャスティングをしてみました。単純にね、ルールはここから落ちたら負けというような感じになってますね。落ちたら負けですよ。というわけで早速やっていきたいと思います。いやでもこの組み合わせはね、いいよねいやでもマジで終わっちゃったの寂しいな。せっかくなんでギルラプターはワイルドブラストしちゃおうかな。バングタイガーもスイッチをオン。というわけで戦わせていきます。いやこれね、どっちが勝つと思います？いやどっちもでもね、まっすぐ進んでますよ。お、ファングタイガーワイルドブラストしましたね。進むの早いですよ俺早いめっちゃ、あと溝に影響された。お、くっついた。お、どっちだどっちがどっちだ。おーおーいビルラプター押し出しましたすごかったね今のは。結構いい戦いをしましたね。リプレイが見たかった。リプレイ見たいですね。流れますか？ご覧ください。続いた。お、どっちだどっちがどっちだ。おーおーい第2ラウンド、ファングタイガー早いね。ファングタイガー早いんですよ。第2ラウンドスタート。おー、早い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 。そろそろワイルドブラストをしました。向かってきます、ね、うわ、お、強い強い。 お、いや、やっぱ押し出す力強いんだよな。バチバチやってる。あ、でもあ、いいぞ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 。おぉ相打ちかな。相打ちだね。いいぞ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 。おぉ最終の、じゃあ第3ラウンド、これで決着をつけたいと思います。いや、一歩ね、ギョラガーのギルラプターの方がちょっとリードしています。正確にはエンペラーね。エンペラー商品化されんのかな。なんかシールとかでまた欲しいですけどね。第3ラウンドスタート。いやー、ここからですよ。若干やっぱ溝で向きが変わっちゃうんですよね、うん、これがちょっと裏目に出ている。速いからこそ。お、でも今までとはまたちょっと違う。 お、ちょっと違う。お、押してる押してる。お、あーやばい。あー今のはなんかギルラプターに切り倒されたかなっていいですね。お、押してる押してる。お、あーやばい。あー強いね。勝利の雄たけびを上げてるっていう、ね、はい、というわけで、今回はギルラプターの勝ちということで終わりたいと思います次、こういう組み合わせで戦ってるところが見たいよとリクエスト等あったら、もうどしどしコメント欄にくださいと。では今回はこれで終わりたいと思います。